みんな何かしらそういう特殊素材が入ってるんですよ。ザイロンカーボンとかアリレードカーボンで何かしらのこう特殊な繊維が入って反発力が高められたものをみんな使ってますね。その水谷選手が使ってるラケットになるといくらぐらいするんですか？僕のが夜な夜な生配信、水谷さんが使い続けたザイロンカーボンラケットの魅力が聞きたいです、はい、またそれ以外の特殊素材ラケットは使ったことありますか？僕は ALC が使いやすいと思いました、うんうん、T5000 はガチガチすぎて無理でした。あれです、ラケットの種類のことですね。でザイロンカーボンっていうのはラバーじゃなくてその、はい、土台の方ですね。それはもうラバーとは一切関係なくてラケットそのものですね、はい、ラケットだけのことなんですけど、はい、ザイロンカーボンっていうのは結構弾むんですよ。で弾むっていうことは要はまあ威力がすごく出るんですよね。はいはい、反発力が強い、はい、ただその分やっぱコントロール扱いがすごく難しいって言われてます。それはでもまあある程度練習をすればその反発力をうまくコントロールするようになってできるから、はい、そのザイロンカーボン使ってる人の方が強いってことになるんですか？僕はザイロンカーボン使ってますけど、でもトップ選手は大体その ALC って書いてあると思うんですけど下の方に、はいはいはい、アリレートカーボンっていうものなんですけど、大体トップ選手は今それ使ってる人が多いですね、世界を見ても中国選手も含めて。それはその反発力はザイロンより弱いけどその使いやすいってことですか？はい、そうですね、バランスがいいですね。反発もコントロールもパワーもすごくバランスがいいラケットなんです。その僕がそのザイロンカーボンを使ってたのはやっぱりそのラケットで反発するやつ威力を出そうとしてたんですね。ちなみにじゃあそのプロレベルになると木材のラケットとかはもう出てこないんですか？いや、ありますね、そのもののラケットも。ただほとんど使われてないですね。みんな何かしらそういう特殊素材が入ってるんですよ。ザイロンカーボンとかアリレードカーボンで何かしらのこう特殊な繊維が入ってて反発力が高められたものをみんな使ってますね。その水谷選手が使ってるラケットになるといくらぐらいするんですか？僕のが、2種類あって4万ぐらいのと3万ぐらいのですね。あ、でもなんか想定してたよりは全然高くないですね。はい、しかももう3年とか4年とか全然使えるんで、ラケットは。うん、あ、じゃあむしろラバーの消耗品の方が全然高いですよ。ラバーがすごい高いんで、ラケットは全然その何年でも使えますし、はい、もしよかったらぜひ買ってください。はい、それなんか、最新素材がどんどん出てくるんですか？それとも最近もその ALC で大体もう大丈夫だよねみたいなのが続いてるんですか？最近もずっと長い間、その ALC か ZLC ですね、もう。まあ大体みんな ALC ですね、はい。あ、じゃあまあそのすげえプロでもとりあえず1個3万円ぐらいのそれ買っときゃもうずっと使えるみたいな。そうですね、まあそれぐらいこう反発の限界かな。コントロールを両方やるときに弾みすぎるのはいっぱいあるんですけど、ただやっぱりコントロールが難しいんでバランスっていうのがその ZLC とか ALC が限界かなっていう感じで、大体みんなそれぐらいのラケットを使ってます。へえ。チャンネル登録よろしくお願いします。